フードの必要量がおかしくなったんだよ、急に。どういうことだよ。もしかしてこれ、塞いだのがまずかったってこと？なんだその現象は。まあ、でも小麦むしゃむしゃ食うしかないってことか。食料自給はなんとなく大丈夫そうだね。ちょっと探検してくるわ。なんもねえな。マインクラフトみたいなバイオーム要素みたいなのなさそうな気がするな。そして、俺一度迷うと多分これ、戻ってこれない可能性が出てきてる。あっちはなんだ？おー、水か、これ。砂。もう CG モードなんないでしょ、多分。ねんねの時間じゃないもん。来た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 。ここじーっと突っ立っときゃいい。このグリンドストーンっていうのを使って、これで、なんか小麦粉をなんかこう、あれするんだよ。食えるようにするんだよ。で、それの後、かまどで焼くんじゃない、多分。やっぱ迷路作るシステムだわ。レインボーシックス CG モードになっちゃうから。やべやべやべ。何しとんだ、お前ら。じゃねえ。迷路作るか、まず石取ってこなきゃ。食料が90までいったら人一人雇うか。よろしくね。生産性上がるでしょ、これ。ここで良くなったもんな。おー。食料の生産性上がったぞ、ちょっとだけ。まだあと一人雇えるな、これ多分。91。95。よし、あと一人。あれ？あ、なんだ？あ、ベッドがないのか。わかったわかった。ベッドを置いて。こいつ、釜、なんか焼いてるけど、何焼いてんだそれ。焼けるものないし、これ。結構壊すわ、これ。これで、よし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 。これでね、多分ね、ここでね、小麦を、なんか変えてるんだよ、このクズに。小麦をクズに変えて、8個変えたから、よし。2人必要なのか、これ。もうあと1人。大変だな。まあ、また明日だな。コロニーもだんだん良くなってきたね。屋根欲しいな、屋根。かまど。石のレンガ、矢筒。ちゃんとモンスターを狙いなさい。店ってなんだろうな。ゴールドコイン5、石。まあ、店はまあそのうち、まあ入手できる。店作りたいよね。CG モードなんないよな。よし。食料が74だから、まあ100かな。100まで溜まったら。だって、藁も欲しいもんね、これ。藁がね、ないからね、ベッド作れないんですよ。藁ってどっから持ってくるんだ？藁、なんかいつの間にか藁持ってんな。小麦粉から藁が作れんのか、これ。もしかして。それっぽいな、どうやら。よしよし、藁は作れるから、ベッドはじゃあ量産できるな。うん、まだまだちょっと人増やさないと、食料量産体制をもっと確立する必要がある。で、まあでもパン焼けるようになるからね。明日から。小麦使って。小麦を使ってパンが焼けるようになるはずだから、そこそこいい感じになりそうな気がする。これだけ手間かけてるんだからさ、パンぐらい焼けるでしょ、多分。夜退屈じゃね？言うて。やっぱ傭兵に任せて放置っていうのが一番いいな。なんかこれ、ゾンビの数とか増えんのかな？これだけだったら正直もうめんどくさいけど自分で対処するっていうのが一番なんか、楽そうではあるけど。ゾンビの数もでも増えそうだよね、さすがにこのゲーム的に。もっとでかくしたいな、コロニー。お、終わったか。あいつらどうなるんだろう、朝日を迎えたら。もう朝は迎えるぞ。ちょっと殺さないで置いてみるか。え、な、こいつは殺しといた方がいいな。朝日で死ね！いや、早起きろ、お前らも。死んだ死んだ死んだ。よーし、みんな作業開始だ。小麦も育ったっぽいね。あなたずっとこれやってるけど、別に一人二役させてもいいけどな。まあでもまあいっか。とりあえず一人石のオーブンで。これって食料になりうるの？食料にならないのか。食料ちょっとずつ変か、これのせいで。82、うん、まあいいでしょう。多少危ない橋かもしれませんが、効率のためだ。働け。君はこうかまどで焼くんだよ。オーブンで。焼いてる？パン焼いてんのかな、これ。なんか、チェックマーク出てるけど。大丈夫？これ。おっと？なんか、食料浪費したけど一体、大丈夫か、これ。あ、食料作ってます。はい。インフィニティにしないとダメなのか、これ。あ。よしよし。パン焼き出した。やっぱダメだ。こいつは何もしなかった。ニートだった。やはり。
パン1個だけもしかして。え、2個食料さ。あ、でも食料効率すごいいいな、やっぱり。これだけこう、人手を使うからにはやっぱ食料効率良くないとダメだけど。あ、食料効率すごいいいですね。0.4 が、増えるもんな。あれ小麦。あれパン、あっという間に食っちゃったのか。おー、一気になんか食料の自給率が増えた。あー、いいですね。これで100までいったらまた、あれするか。パンを焼くのが多分時間かかってそうな気がするな、多少。食料の増え方半端なくなってきたな。これはいい。これ素晴らしいね。文明の進化っていう感じがする。これは、オーブンと、もう一個ずつ増やすか、このグリッドストーンとオーブン。小麦の生産体制が間に合わないかな。小麦の生産をもうちょっとさせるか、じゃあ。多分、ベリーファームよりも、おそらく、小麦の生産をした方がいいと思うんだよ。小麦の生産させよう。よし。小麦農家の生産。おお、すげえ！もう137だったぞ、これ。凄まじいね。よし、いけいけ。小麦作ってこい、小麦。で、これも、オーブンもこれ。うわ、おお、びっくりした！もう、グーピーちゃん。びっくりする。何やって、何やってんの、それ。グーピーちゃんおいで。ああ、猫自由だな。かわいい。ごめんなさい。なんでもないです。よし、住民募集しよう。あ、そうか、ベッドがないのか。フリーベッドがない。はい、ベッド作りましょう、じゃあ。まあ、藁あるし、木は藁と板あるし、ベッドは作れますよ、まだまだ。25個作っちゃった。相当作ったな。ちょっと手狭になってきたな、ただ。オッケーオッケー。これで、おお、生産体制が倍になったぞ。なんだこの素晴らしい構図は。いいっすね。すごいすごいすごい。やっぱ小麦の力、やっぱ稲作はすげえな、やっぱ。稲作すげえ。ストレージどっか、ストレージ板が必要。ストレージここ置いとくか。ここ置いたら小麦を収納するのもやりやすいでしょ。早いなぁ。やっぱり。小麦農家もう一個作るか、後で。よし、小麦農家もう一箇所作っときましょう。で、明日の朝小麦農家をもう一個増やす。だから小麦の生産がちょっと間に合ってないから、小麦の生産が間に合わなくなったな。あ、間違った。草生える。小麦農家ツール。よし。これで小麦農家の生産地を上げて、小麦農家もう一箇所作っとくか。よし、小麦農家2箇所作った。まあ、これでね、多分ね、さらに生産効率が上がると思うんですよね。あと2箇所できたから。ただもう手狭だな、これ。新しいコロニーが、もうここら辺を作ったら新しいコロニーが必要になってくるぞ。どうするかな？それこそ傭兵が必要になってくるよね。どうしよう。こっちら辺に広げていくか。石が必要。まあ、工員雇ってもいいけどな、もう。そろそろ採掘用の工員を雇いますか。なんかもう、奴隷って感じがしない？なんかもう、なんか。こうやって見るとさ、なんかもう奴隷なんだけど、もはや。するか、もう少しこれ、なんか、寝れる場所を増やすか。そうだよな。山まだあるけど、鉄のインゴットが必要だから、そろそろ工員雇わないとやってらんないかもね。次ちょっと工員雇いましょう。あと2人雇ってから工員雇い始めますか。その線で行きましょう。その路線で。あとは、アマニ油。いろんなアイテムをピカピカにする。造幣局。石膏ブロック。近代的なデザイン。この辺はなんかまあお楽しみって感じなのかな。実用的ではなさそうだよね。矢の数があまりよろしくないね。マジマジ、こんなたくさんいんの？多すぎじゃね、これ。